今回は白ヘリ緑角の金分の、眉玉割りを行います。金分、花むぐりの多くがこのように眉玉を、作ってその中でさなぎになり、羽化します。人為的に眉玉を割らずに、成虫が自分から出てくるのを、待った方がいい種類もいますが、白ヘリの場合は割ってしまっても、影響がないので割っても、大丈夫です。早速割っていきます。少し割ったら白ヘリの白門が、見えました。チョコエッグ的な楽しみがあります。当たり前ですが成虫販売でも眉玉から取り出された状態で、売られているのがほとんどです。なので、この眉玉を割る楽しみは、羽化させた人の特権と言えるでしょう。綺麗なオスの成虫が出てきました。ほぼ緑色ですが少し青みがかっていて、美しいです。白ヘリは色彩のバリエーションが、豊富なので羽化や掛け合わせがとても、楽しいです。まだ活動しないので眉玉の、破片とともにティッシュを入れたプリンカップで、管理します。もう少し割ってみます。同じような映像なので4分割で、同時にお送りします。当方がよく推している白ヘリ緑角の金分ですが、悲しいことに飼育のたやすさや、価格の安さから多くの人が、軽い扱いをしているように、感じます。しかし実際に葉とても奥の、深い種類です。当方では昨年度白ヘリの、幼虫を1400頭ほど、繁殖、入手し、その中から手元に1000頭近くを、残しました。現在はその1000頭近くの、羽化を待っていますが、今年はさらに頭数を増やす必要性を、感じています。純血の生態の貴重さ、HB 個体の変異の豊富さ、いくらでも楽しめる素晴らしい虫だと、思います。話している間に眉玉割りが、終わったようです。羽がオレンジ色っぽい個体は、まだ羽化してからあまり経っていないようです。入手しやすい、飼育しやすい、見た目が、綺麗、と三拍子揃った良い種類ですのでぜひみんなも、飼育してみてね。